川端です。よろしくお願いします。今回は大阪府の問題です。長方形 ABCD を面積の等しい2つの図形に分けるものをすべて選びなさいという問題です。AB と AD は AD の方が長いという条件があります。まず早速一個一個見てみましょう。まず、直線 AC ということで、まあ、これいわゆる対角線になるわけですけれども、これはもちろんですね、面積は真っ二つになります。あは正解です。まあ、なぜかと言われたらですね、この三角形 A、B、C と三角形 C、D、A が合同になるからですね。縦の長さ等しくて、横の長さ等しくて、その間の90度が等しい。二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、合同だから面積半分になります。続いて E。角 ABC の二等分線ですが、これ二等分するときちょうど BD に来るってことはありえません。まあなぜならばですね、まあ、ちょうどこの縦と横の長さが等しくなるように取ったときにですね、まあ、今これ正方形になったとき、これで角 ABC の二等分になるわけですね。45度ずつになります。なので、この線が面積半分になってるかって言ったらなってませんよね。なので、E は違うということになります。続いて、U。BC の垂直二等分線ですけれども、これはですね、ズバリ合ってます。ちょうど面積半分にすることによって、左側の長方形と右側の長方形の面積が等しくなりますね。ここの横の長さ等しくて、縦の長さ等しいので、面積等しくなります。したがって、U も正解ということになります。で最後、A。辺 AD の中点と、まあ、ここですね。これと C を結ぶ線。これは明らかにね、面積半分に、なることはないですよね。ということで、A は違うよということで。したがってですね、答えは、あと、うが正解というふうになります。まあ、ちなみにですけれども、これ、この長方形に、限らず平行四辺形ですね。二組の対辺が平行である四角形だったら、この対角線の交点ですね。これを通っていれば必ず面積が半分になるってこともぜひ覚えておいてください。分かったかな？こちらに書いてありますか？インスタ、ツイッターやってますので、ぜひまだフォローしてない方、ぜひフォローしてください。以上で解説を終わります。では。